ゲームボーイメモリー、20年か30年ぐらい前にローソンで書き換えを行っていたソフト、あ、違うわ、25年前だ、1999って書いてあった。これ起動しようと思ったらどうも起動できなくなってましたんで、接点復活剤っていうので端子をゴシゴシ綿棒でやってみたんですけれども、どうもダメで、でこれ端子部分見てみたら、ここ左側に赤いものが見えるし、これ端子の方がちょっと他のゲームボーイのソフトに比べて奥に行ってるような気がしますけれども、これってもうダメってことなんですかね、それともこんなゲームボーイの状態を直せるどっかの業者がありますかね。これ確かバルーンファイトとドンキーコングまたはスーパーマリオブラザーズデラックスの分の3つを確か自分に入れてたと思うんで、それがどのパターンで入ってたかは正直覚えてないんですけれども、もうここまでなってたらダメですかね、それともどっか直せるところあったら教えてください、お願いします。